もう仕送りをやめさせてほしいんです。私も夫もいっぱいいっぱいなんですよ。何、私たちを悪者のように扱ってるんだ。そうよ、ひどいこと言うわ。儲け話ができたから貧乏に残せになんていらん。そう言ってきた義両親、こちらからしたら願ってもない返事だった。いいんですか、喜んで辞めさせてもらいますね。私の名前は楓、30歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは共通の友人の紹介だった。とても誠実で優しい男性がいると友人が私に紹介してくれたのが正人だった。彼は確かに友人の言うように優しい人だった。そして笑顔が素敵で、私はすぐに彼に惹かれていた。それから私たちは食事や飲みに行くようになった。だがメッセージのやり取りは頻繁にあるものの、なかなか彼はデートに誘ってくれなかった。飲みや食事もしょっちゅうというわけではない。月に1回あるかないかという感じだ。だから最初は私のことに興味がないのかなと思っていた。良くも悪くも私は斧が好きなようで、それならばと積極的に誘っていた。だがなかなか彼は私の誘いに乗ってこなかった。それが必ず乗らないというわけではなく、月に1回程度は乗るので謎だった。思わせぶりな態度をとっているだけなのかと、ちょっと彼を疑う部分もあった。だから友人にも相談をしてみたのだが、その時に友人からは直接聞けばいいじゃんと言われてしまった。だから私は勇気を出して彼に私のことをどう思っているのか聞いてみることに。ねえ、私のことって恋愛対象としては見てないの？え？彼はとても驚いた顔をした。うっ、どうしてそんなことを聞くの？だってもう私たち出会ってから3ヶ月ほどが経つけど、なんか会う頻度も少ないし、私から誘って断ることの方が多いし、私はマサトのこと気になってるよ。っていうか好きだと思う。え？だからマサトの気持ちを教えて。私のことはただの友達と思っているのなら、もう無理には誘わないから。俺は…マサトは少し困ったような顔をした。ああ、やっぱり迷惑だったのかな。私のことは恋愛対象として見てなかったんだろう。そう思った時、彼はこう言った。実はさ、俺親に仕送りをしてるんだ。え？いきなり何の話と思った。だが彼は続けてこう言った。それで生活が結構きつくてさ、あまりデートや外食にお金を使えないんだ。そうだったんだ。だけど楓とは会いたいって思ってた。一緒にいて落ち着くし、話してて楽しいさ。俺も楓のことが好きだよ。だから本当は生活が苦しくてなかなかデートとかができないのに、関係をはっきりさせようとせずにナーナーになってた。本当にごめん。彼はそう言って私に謝ってきた。だが彼が正直に話してくれてとても嬉しかった。言いづらかったことをそうやって話してくれてありがとう。それにマサトも私のことが好きだって分かってよかった。デートはさ、別にお金なんてかけなくてもいいから、私はマサトと一緒にいられるならどちらかの部屋とか公園とかでも楽しいよ。だから私と付き合ってほしいわ。私は気づけばそうやって告白をしていた。そして彼はびっくりしながらも私の告白を承諾してくれた。こうして私たちは付き合うことになった。彼が私のことを好きかどうか心配だったが、両思いで本当に良かったと思う。友人も私たちが付き合うことになって喜んでいた。それから私とマサトはお金を使わずに楽しくデートをしていた。私たちのデートは主に彼の部屋で、私は彼のために食材を買って手料理をよく振る舞っていた。これすごく美味しいよ。こんな美味しい手料理食べたの初めてだよ。本当に？嬉しいわ。こういうのならいくらでも作るよ。幸せだな。彼は聞くところによると、ほとんど食費に回せるお金がないようで、日々の食事も大体もやしだったそうだ。彼を初めて見た時に随分と細身だなと思ったのだが、そういう理由だったのだ。社会人になってから彼はずっとそういう生活を過ごしていたらしい。私は本当に彼のことが気の毒に思った。
そしてどのくらい仕送りをしているのか疑問に感じた。彼の手取りが少ないという可能性もあるかもしれないと思ったからだ。毎月一体いくら仕送りをしてるの？私がそう聞くと、彼は言葉を詰まらせて気まずそうな顔をした。実は20万ほど。え？20万？私はびっくりしてしまった。生活が苦しくなるほどの仕送りだとしても、多くて10万くらいなのかなと思っていた。だから20万と言われて、私は予想をはるかに超えてきたことに言葉が出なかった。それは生活が苦しいはずだわ。彼の収支などを詳しく聞くと、彼の当時の手取りは約28万ほどで、家賃が3万5千円ほど。そして通信費や光熱費、水道代に電気代などを合わせて1万弱ほど。それだけでも残されているお金は3万程度しかない。そこから日用品なども買いつつ、食費を捻出しなければならないので、本当にギリギリの状態なのだ。今まで本当によく頑張ってたんだね。すごいと思うよ。私は彼のことをとても尊敬した。でもそれと同時に、どうして両親にそこまで仕送りをしているのか気になった。マサトのお母さんたちは一体何に仕送りのお金を使ってるの？母さんが足腰を悪くしててさ、その病院代とか家事ができないから家政婦さんを雇っているお金にまず使ってるんだって。そうなんだ。でもそれで20万はもらいすぎな気がするけど。実は父さんがさ、昔借金をして、その返済が残ってるみたいなんだ。え、借金？うん、今まで高校や大学で俺に学費のために金をたくさん使ったから、その恩を返せって言ってきてて、それを言われたら俺も反論はできなくてさ。こうして就職できて働けているのも大卒だからってのはあるだろうし、親孝行しろって言われたら俺も逆らえなくて。そっか。彼はとても優しい人だから、彼の両親のことを見捨てられないのだろう。それでも彼の両親は彼のことを都合よく利用しているような気がした。ここで私はまたいつもの悪い癖が出た。それは私自身が彼のためになりたいと思ったことだ。私も仕送りを手伝うよ。え、いやいやいや、そんな迷惑をかけられるわけないじゃん。彼女に自分の親への仕送りを援助してもらうなんてダメでしょ。絶対に彼ならそう言うと思った。それじゃあ私たちが夫婦になったら？え？私たちが結婚すれば家族だよ。夫婦ならパートナーの親のためにお金を出すのも全然あり得ることでしょう。え、ちょっと待って、それってプロポーズをしてるの？逆プロポーズだよ。私はそれくらいマサトのことを本気で考えてるの。楓、それはすごく嬉しいけど、でもやっぱりそんな迷惑はかけられないよ。それじゃあ私との結婚は一切考えてないの？そんな風に適当に付き合ってたの？いや、そういうわけじゃ。楓とのことはちゃんと真剣に考えてるし、結婚だってしたよ。じゃあ今したって同じじゃない。いや、それは親への仕送りが終わってから。いつ終わるの？え、その仕送りはいつ終わるのさ？それは。彼は私に質問されて固まっていた。話を聞く限り、彼の親への仕送りに終わりはなさそうなのだ。私だってもう28歳だよ。まあ最近は晩婚が増えているのかもしれないけどさ、私は20代のうちに結婚したいと思ってるから、それが無理なら私たちの関係も考え直した方がいいかもしれないわ。え？彼は私がそう言ったことでものすごく焦っていた。ちょっと優しい性格の彼には意地悪だったかなと思ったが、これくらい言わないと結婚にまではたどり着けないかなと思った。すると彼はようやく決心してくれたようで、私と結婚をすると言ってくれた。でも、指輪とか用意できてないけど。それは後ででいいよ。結婚式にも私はこだわりがないからやらなくていいわ。あなたとずっと一緒にいたいの。ありがとう、楓。こうして結婚することになった私たち。それからすぐにお互いの親へ挨拶をしに行った。私の親にはさすがに仕送りをしていることは言えなかった。余計な心配をかけたくなかったからだ。
両親は私の選んだ人だからと彼のことを信用してくれた。結婚式を挙げないと言った時は少し寂しそうにしていたが、ウェディングフォトは撮るし、ドレス選びの時は両親にもついてきてほしいと言うと喜んでいた。そしてその後、私たちはついに彼の親へ挨拶をしに行った。はじめまして、楓と申します。あなたが楓さんね。ちゃんと働いてるのかしら。給料はどれくらい？手取りはいくら？え？私はいきなりそんなことを聞かれてびっくりしてしまった。ちょっと母さんたち何を聞いてるんだよ。失礼だろ。あら、何を言ってるの？夫婦になるんだからお金のことは大事でしょう。それは私たちに仕送りをする上でも重要でしょう。それで、かなでさんはいくら稼いでるの？かなで、答えなくていいよ。おいおい、なんでお前が質問を止めるんだ。重要なことだと言ってるだろ。私は彼の両親と接してみて、これは予想以上に面倒な人だと思った。収入については言えませんが、仕送りについては変わらず行いますのでご安心ください。私がきっぱりとそう言い切ると、彼の両親は驚いてはいたが、納得した様子だった。まあ、ちゃんと収入が入ってるのなら誰でもいいわ。約束通り、毎月の仕送りは絶対に入れなさいよ。結婚の挨拶に来たというのに、結局話は仕送りのことだけ。こんな風にお金のことばかり言われたら精神的に病んでしまうだろう。こんな毒親を持って本当に彼は辛かっただろうなと思った。とりあえずは結婚を認めてもらえたので、私たちは婚姻届を出しに行った。これで晴れて私たちは夫婦だ。友人に報告するととても喜んでいた。職場にも結婚したことを報告すると祝福してもらえてすごく嬉しかった。それから一緒に暮らし始めて夫婦としての生活を始めた私たち。新婚生活はとても楽しかった。もうお互いの部屋を行き来する必要がなくて、毎日一緒にいられるのは幸せだ。そして私も仕送りの負担をするようになったことで、生活も少し楽になったようだ。私は実は大企業で働いており、私は給料がかなり良かった。だから義両親に働いている会社や給料について言いたくなかった。私は夫と義両親への仕送りを折半して、お互いに10万を出すようにした。そのおかげで夫の給料からも少し余裕が出て、生活費に充てられるお金が増えた。家賃も生活費も2人で割ればいいので、1人の負担は減り、生活が楽になったので、本当に結婚してよかったと思う。結婚して生活費は2倍になるわけではないし、家賃は折半で考えられる。だから結婚することの方がメリットは大きかったのだ。夫もここまで生活が楽になったのは社会人になってから初めてだそうだ。私たちは将来のことも考えて仕送りをしつつも貯金もしていった。いつか子供ができた時などに蓄えがないといけないと思ったからだ。そうして結婚生活を楽しみながらも、しっかりといろんな準備をしていた。だが、私たちの予想以上に義両親はとても面倒な存在だった。それはある日のこと。いきなり義両親が家にやってきたのだ。あら、あなたたち思っていた以上にいい部屋に住んでるじゃない。そう言って部屋の中を見て回る義両親。ちょっと、母さんたちいきなり来てどうしたんだよ。あら、親が息子夫婦が暮らす家に来て何が悪いの？それよりもあなた、一人暮らしの時に住んでいた部屋よりもだいぶ大きいじゃない。それって、お金に余裕があるってことじゃないのか。確かにそうね。私たちが苦しんでいるというのに、どうしてこんな贅沢をしているのかしら。もう少し仕送りを増やしてもらわないといけないわね。え？私はそんなことを言い出した義両親に驚いてしまった。月20万でもかなり大金を渡していると思うのですが、まださらにもらおうとしてるんですか？私が思わずそう言うと、義両親は私をにらみつけて怒った。私たちがどれだけ苦しんでいるかあなたは知らないでしょう。そうだぞ、借金を抱えながら毎月病院に通って家事も依頼しないといけないんだぞ。それは確かに気の毒ですが、それでも私たちだって余裕があるわけじゃないです。この部屋は私が一人暮らししていた頃から住んでいる部屋なんです。今は夫と家賃を割って支払っているから、今までよりも一人当たりの負担は減ってますから、むしろ贅沢ではなく節約ですよ。私がそう言うと義両親はこんなことを言ってきた。節約ができてるならお金に余裕ができてるってことだろ。それじゃあその分私たちに多く渡すべきだろ。え？そうよ、私たちにあと5万は多く渡しなさい。5?
5万ってそんなの無理に決まってますよ。それって25万も渡してることになるじゃないですか。そんな大金を毎月仕送りしているなんて聞いたことがない。私たちがどれだけ苦しんでいるのかやっぱり分かっていないな。マサトも私たちを見捨てるのね。私たちがどれだけあなたのためにお金を使ってきたことか、その恩を一切感じていないのね。そうやって義両親は夫が非常のような言い方をした。そのため夫は少し心が揺らいでしまったようだ。いやもちろん母さんたちには感謝してるよ。それじゃあもっと仕送りを増やすべきじゃないの？それはもっと押せばさらにお金をもらえると思ったのか、義両親はニヤッとしながら夫に畳みかけた。だいたいあんたがもっといい大学に行っていればこんな風に困ることもなかったのに。そうだな、就職先の給料だって低いのは学歴が悪いからだな。それでも見捨てなかったことをもっと感謝してほしいものだ。そういう風に言って夫を追い詰める義両親だが、この時私はとあることに気づいた。あれ、お母さん、そのバッグって去年出たブランド品のバッグですよね。やっぱりとっても可愛いですね。私がそう言うと義母はまんまと騙されて自慢してきた。そうなのよ、これ気に入ってるのよ。あれ、お金に困ってるんですよね。どうしてブランド物なんて買ってるんですか？私がそう言うと義母はしまったというような顔をした。この時に私は義両親が本当はそこまでお金が困っていないのではないかと思った。これは絶対に仕送りを増やしてはいけないと確信した。これは、セールで安く売ってて。義母はそうやってごまかしていた。だが私はそこを徹底的に責めた。さっきまで本当に生活が辛いって言ってましたよね。もし仮にセールで安くなっていたとしても、ブランド品であることは変わらないんですから、贅沢をしてるってことですよね。少しぐらいいいじゃないか。妻は女性なんだから、バッグくらいたまには贅沢もしたくなるだろう。義父はそうやって義母のフォローに入っていたが、私はそこでさらに気づいたことがあった。あれ？お父さん、そのシャツから見えてる時計、それもブランド品ですよね。生活が苦しいと言いながら二人ともブランド品を身につけているなんておかしいですね。それともお父さんもたまに贅沢をしたいから買ったというんですか？それって20万の金額でも十分だってことですよね。私がそう言うと義両親は何も言い返せなくなり、悔しそうにしながら帰っていった。私はほっとした。あのままだったら仕送りの額を増やさないといけなかっただろう。楓、ありがとう。俺一人だったらきっと仕送りを増やさないといけなかったよ。あんな風に詰め寄られたらなかなか断りきれないと思うわ。だからマサトは悪くないよ。そうやって話していたのだが、義両親はさらに面倒な要求を別日にしてきた。妻が骨折をしてしまったんだ。だから治療費を出してくれ。さすがに自分の親が怪我をしたのに見捨てるなんてことはしないだろう。松葉杖をつく義母とそれを支えている義父。本当に怪我をしているのだろうか。私は診断書を見せてくださいと言った。するとそれは間違って捨ててしまったと言われた。完全に怪しい。これは嘘に違いない。本当に怪我をしているのか怪しいので仕送りを増やすことはできないです。私がそう言うと義両親はまたも顔を真っ赤にして怒った。あんたに言ってないんだよ。私たちはマサトに言ってるんだ。マサト、お前は私たちを見捨てるのか。今までご飯を作って育ててくれた母さんのことを邪険に扱うのか。いや、俺はそんなつもりはないけど。あくまでも夫を追い詰めてお金を出させようとする義両親。私がまだ間に入って必死になって止めたので助かったが、本当に義両親は卑怯だと思う。もう私は限界に感じていた。だからそれから少し経って私は夫と話し合った上でもう仕送りをやめたいことを伝えようと思った。そこまでしないと義両親はどれだけ厚かましいというか夫のことを苦しめてきたかわからないだろう。夫はきっと辞めさせてくれないと諦めていたが、私が絶対に仕送りはもうしないしそれを認めさせると言ったら、私と一緒に義両親を説得すると覚悟を決めてくれた。そのため私たちは大事な話があると言って義実家へ行った。一体何の用かしら。私たちも忙しいんだ。手短に話してくれ。今まで招いてお茶を出すどころか玄関先で話を聞こうとする義両親。まあ私たちも長居をするつもりはないのでちょうどいい。私は意を決して義両親にこう言った。
もう仕送りをやめさせてほしいんです。え？私も夫もいっぱいいっぱいなんですよ。もう私たちを解放してください。私がそう言い、私と夫は頭を下げた。すると義両親はニヤニヤしていた。一体どういうことだろう。私たちが困惑していると義両親がこう言ってきた。何、私たちを悪者のように扱ってるんだ。そうよ、ひどいこと言うわ。儲け話ができたから貧乏に残せになんていらん。そう言ってきた義両親。え、儲け話ですか。ああ、だからお前たちみたいに小銭を入れるような奴らとは縁を切る。こちらからしたら願ってもない返事だった。いいんですか、喜んで辞めさせてもらいますね。もし何かあっても私たちを頼らないでくださいよ。私がそう言うと義両親は鼻で笑った。頼るわけないだろ。むしろ私たちが億万長者になっても1円たりとも渡さないからな。私と夫はそうやって笑っている義両親を無視して義実家を出て行った。あっさりと仕送りをやめることができて拍子抜けした。だがこれは義両親から逃げるチャンスだ。私はすぐに引っ越そうと夫に言った。儲け話と言っているが、きっと義両親は詐欺に遭っている気がする。だから今のうちに逃げてしまおうと思ったのだ。私と夫はすぐに部屋を探して引っ越しの手続きをした。本来なら将来使うために貯めていたのだが、さすがに急を要するので、私たちはちょっとだけ貯まっていたお金を引っ越し作業に充てた。それから新居で夫と生活を始めたのだが、たった1ヶ月でも義実家からのお金の催促がないだけでびっくりするほどストレスが減った。夫も当たり前だと思って諦めていたけど、こんな日が来るとは思わなかったよと感動していた。そうして幸せな日々を送っていた私たち。すると1ヶ月ほど経った頃、夫の元に義両親から電話がかかってきた。もしもし。ああ、マサトが助けてくれ。え、あの男め、私たちがもらった儲け話は詐欺だったんだ。おかげで数百万も奪われてしまったんだ。やはり私の予想通り詐欺だったようだ。へえ、そうなんだ。そうなんだって、お前どうしてそんな人事なんだ。だって人事じゃないか。うまい話に勝手に乗っかってしまったのは父さんたちの責任だろう。俺が何かする必要はないだろう。おう、お前は親が困ってるのに助けないつもりが。もう俺たちの援助をいらないって言ったのは父さんたちだよ。俺は楓との生活を一番に考えないといけないってようやく気づいたんだ。だから父さんたちには仕送りはもうしない。俺たちのことはもういないと思ってくれて構わないよ。もう実家にも帰らないから、あとは自分たちで頑張って。まあ、マサト待て。夫は気にせず電話を切り、着信拒否にした。お疲れ様、マサト。楓、今まで苦労をかけて悪かった。これからは楓との生活のためにお金を残すから。うん、分かってる。これからさらに楽しい夫婦生活を過ごしていきましょう。ああ、改めてよろしくな。こうして私たちはさらに夫婦としての絆が強まった。ちなみに義両親は借金をせざるを得なくなり、お金に困っているようだ。また足腰が悪いとか嘘を言っている暇はなく、義母も義父も掛け持ちなどをして働いて借金を返しているようだ。今まで夫を困らせた分、自分たちも苦労するべきだ。また仕送りをしなくて済むようになった私たちは、旅行のための貯金をして、大型連休の時に結婚したばかりに行けなかった海外への新婚旅行に行った。これから共働きでどんどん稼ぎ、お金を貯めながらも、こうやってたくさん夫婦としての思い出を作っていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。